はい、藤本動画、藤本ジョージです。本日もまた、動画のアップをしていきたいと思います。本日アップする動画なんですけれども、実を言うと、今年のね、1月の4日に、千葉県の銚子の方に行きまして、でそちらの方でね撮ってきた写真なんかを皆さんちょっとご覧いただこうかなと思っています。はい、でその写真をアップし、写真の方をね撮ってきた道具なんですけれども、はい、こちらですね。藤本動画ではねもう何回もご紹介してます、シグマのね 70mm から200mm の F2.8 の望遠レンズ、こちらと、またね、こちらの α7M2 の方で、撮った、写真をちょっとお見せしたいんですけれども、今回は、初めて私鳥のね撮影っていうのにチャレンジしてみまして、こちらのレンズとこのカメラでね、海鳥をちょっと撮ってきたんで、そちらの方の写真を、お見せしたいと思います。はい、藤本動画、藤本ジョージです。本日は、2017年の1月4日、藤本動画、2017年の初動画になります。皆様明けましておめでとうございます。本日、千葉県の銚子市の、銚子港、銚子港の方に来ています。で、また、こちらのカメラを持って、カモメとか、あとはまあね、この後犬吠埼の方行ったりとか、まあいろいろ、写真の方を撮っていきたいと思っています。はい、はい、まあね、動画の方でね、明けましておめでとうございますというね、ご挨拶の通り、とりあえず今年度初の動画にするつもりで、千葉県の銚子の方にね、写真を撮りに行ったんですけども、まあちょっと諸事情がありまして、なぜか1月のね、初めのうちに藤本動画の方がなんか突然消されたりなんだりしてて、まあそういった事情で、これが初動画にはならなかったんですけれども、まあ今回ね、ちょっと時間もできたんで、少し、また再度アップし直してみようかなと思い、今編集して、アップしてみたところです。はい。で、初めはね、漁船だったりとかね、水面に浮かぶね、鳥たちだったりとか、そういうのをね、こう、撮ってたんですけども、まあ意外とね、鳥が大きかったんで、まあ、これ200ミリでも意外と撮れるんじゃないかなと思って、まあちょっと初めはね、こう、いろいろ、こう、マニュアルで撮ってみたり、オートフォーカスで撮ってみたり、こうね、苦労しながらこう撮ってみてたんですけども、意外とね、α7M2 のコンテナスウェイフでも、まあそこそこピントが来てたりとか、あとはまあシャッタースピードの方をね、上げてみて、こう、ジャスピンで撮れてる写真なんかも結構あったんで、まあ今回こうやって皆様にご覧いただこうかなと思い、アップしてみました。よくね、今回撮ってきたこのね、海鳥なんかよりも、ちっちゃいね、被写体、ちっちゃい鳥なんかを撮られてる方、ね、カワセミなんかね、撮られてる方とかも、YouTube でよく、動画とか写真のアップされてる方いらっしゃいますけれども、まあね、後々はね、僕なんかもやっぱりね、70-200 だと、やっぱりちょっとね、望遠としてはちょっと距離が短いんで、まあ、ゆくゆくは、400とか500とか600とかの望遠を使えるようにはなりたいなとは思っているんですけれども、まあ、今回、とりあえずね、手持ちで持ってます70から200のね、シグマ、こちら、レンズの方で、まあ、ちょっと練習がてらに、鳥の方を撮影してみてみました。はい、ということで、今年の4月4日の方にね、銚子の方で撮ってきました写真を、ね、鳥を撮った写真をご覧いただいたわけなんですけども、まあね、まあ、意外と、まあ、動きもにね、あんまり強くないと言われてる、まあ、ミラーレスカメラ、ね、ソニーの α7M2 なんですけれども、結構ね、そこそこ、なんだかんだ言って、まあ、シグマのね、いわサードパーティーのレンズを使ってましても、コンテナセーフなんかのね、効きも良くて、まあね、連写もね、6連写ぐらいしか、秒間6連写ぐらいしかできないですけども、まあ、それでも結構いい写真は撮れてたんじゃないかなって、自分ながらね、まあ、思ってたりもします。はい。まあね、今回ね、鳥を撮るっていうことがね、初めて鳥を撮ってみたんで、まあ、その前にね、鳩だとか、スズメだったりとかね、家の近所にいる身近な鳥とかっていうのは、まあ、地面にね、こう、
いるところを撮ったりとかね、あとはまあちょこっとね少し羽ばたいてるぐらいのところを撮ったことは確かにあるんですけども、まあ、今回みたいにあのがっつりあのね海鳥を撮りに行こうっていうような趣旨であの写真を撮りに行ったことはなかったんで、まあいい経験だったなと思います。でまたねあのよいしょ、ここね、α7M2 にこのシグマレンズっていう構成ではなくて、今度ね α99M2 なんかもねありますんで、そっちはねあの秒間12連射で、まああのバッファの方もね早くてっていうところで、まあ連射向きオートフォーカスもね、あの A マウントレンズ最速オートフォーカスとかね、そういういろいろなあの利点があるんで、まあ次はねα7M2 じゃなく今度 99M2 にこのレンズをつけてまた写真撮りをね撮りに行きたいかなと思ってたりもします。はい、ということで本日、藤本動画ご覧いただき誠にありがとうございました。またよろしくお願いします。